交響曲二短調は、アントン・ブルックナーが作曲した交響曲の一つである。大霊番という通称で呼ばれることがあるが、ブルックナーにとって三つ目の交響曲であり、第一番よりも後に書かれている。ブルックナーはこの交響曲に通し番号をつけなかったとされており、それに従えば交響曲二短調と呼ぶのが正式である。しかしブルックナーは以降も第3番、第9番と2つの二短調交響曲を作曲しているため、区別のために通称の第0番や和部番号の和部100をつけることが一般的となっている。通称の第0番は作曲者が晩年にこの曲の奏譜に記したエンティセットの文字やその他の書き込みに由来し、ドイツ語ではヌルテと呼ぶ。英語でもナンバー0とすることが一般的であり、国際ブルックナー協会版スコアの英文序文でもナンバー0の記載は使われている。ただし、現在国際ブルックナー協会から出版されているスコアには交響曲二短調、ニュールテと表紙に記されている。ヨーゼフ・ベスによって初めてこの曲が世に紹介された時には遺作の交響曲二短調と呼ばれることもあった。現在ではこの名称はほとんど使われていない。ブルックナー、1860年頃撮影、1869年に着手され、その年に完成されたと思われる。これは交響曲第1番よりも後である。当初、交響曲、第2番にする予定でもあったと言われる。ただし、1863年から1865年頃にこの曲の作曲が着手されていたとの説もある。この説は現在では否定的に受け止められることが多い。曲の完成後、ブルックナーはこの曲の初演をウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の指揮者だったフェリックス・オットーで祖父に打診するが、第一主題はどこと尋ねられたことで出来栄えに自信をなくし、この曲を引っ込めてしまった。その後、特にブルックナー自身による改訂は行われなかったと思われる。ブルックナーは最晩年、若き日に作曲した譜面を整理し、残すに値しないと考えた作品を破棄したが、この交響曲はエンティセット、全く通用しない、単なる試作、無効、取り消しなどと記して否定的に考えつつも残し、破棄は免れた。特にブルックナーが記したエンティセットに込めた意図については、やや意見を分かつものがある。つまり、数字の0と理解して良いのか、数字であっても通し番号として、第1番の前の意味で解釈して良いか、である。これは、この曲の作曲時期にも関わっている。古い学説では、この曲は1863年から1865年頃に、着手されていたとの考え方が有力であった。つまり、交響曲第1番以前である。そのため、通し番号として、第1番の前の意味を含めて、第0番と称したと考えられていた。最近では、この曲は1869年着手との説が濃厚である。特に自筆譜の一部には、交響曲第2番に短調と記されてそれが消された形跡もある。そのため、取り消し、無効の意味を含めて、エンティセットと記したとの考え方が広まっている。現存する自筆スコアには、作曲者によって1869年の日付が記されている。最終的にこの年に完成されたことには、議論の余地は少ない。その一方、残されたいくつかの書簡から、交響曲第1番以前に、交響曲が作曲されたことが示唆されている。それが、この二短調の交響曲の着手、あるいは初稿に相当するとの考え方がある。以前はこの考え方が有力であった。ここには、1863年に作曲された交響曲へ短調を完成された作品に含めない見解が反映している。ノバーク版を肯定したノバーク自身も交響曲へ短調を作曲者にとってこの作品は、単に作曲の実習であり、完成された作品ではないと考えていたと解釈し、この第0番は1863年から1865年頃に作曲されたものと考えた。実際、ノバーク版スコアの序文も、この見解に従って解説されている。しかし最近になって上記に否定的な見解が複数の研究者から提唱された。つまり、交響曲第1番の後に第2交響曲を意図して作曲され、完成したものの最終的に取り消されたというものである。現在では、こちらの説の方が有力である。例えば、ウィリアム・キャラガンはこの説を支持している。初演は1924年5月17日に行われた。5月にまず後半2楽章のみ、10月12日に全楽章が演奏された。共に、フランツ・モイスルの指揮による。なお、日本初演は1978年6月5日、大阪フェスティバルホールにおいて、朝比奈隆の指揮で、大阪フィルハーモニー交響楽団により行われた。フルートオーボエ、クラリネット、ファゴット各2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、弦楽5部。約46分。作品の性格として、ベートーベンの交響曲第9番との相似性が指摘されることがある。各楽章の調整のほか、第1楽章主題が細かい音符で5度4度の音程を跳躍させているのも、相似点の一つである。もっとも、このような第1楽章の主題の性格は、前期の通りで祖父の疑問につながることとなった。このほか部分的にブルックナーが1854年に作曲したミサ・ソレムニス、1861年に作曲したアベマリアの主題との類似が指摘されることがある。アレグロに単調、4分の4拍子、ソナタ形式。弦による第1主題はアルペッジョ風のトレモロ音型である。牧歌的で美しい第2主題は続調の同主調であるイ長調で提示される。力強い第3主題は平行調のヘ長調で示される。楽章全体は後のブルックナー作品と変わらぬほどの特質を備えている。変度長調、4分の4拍子、ソナタ形式。ベートーベンの交響曲第9番の間助楽章を思わせる第1主題とへ、長調による清楚な第2主題から素朴な展開部へと進む。スケルツォ、プレスト、トリオ、ラングザーマーウント類が2単調、4分の3拍子。3部形式。荒々しく、野生的な主部。ブルックナー休止に続いて、都長調で、短いが平穏なトリオが現れる。主部が反復され力強く締めくくられる。フィナーレ、モデラート、アレグロビバーチェに単調に長調、8分の12拍子から4分の4拍子。助走付きソナタ形式。ゆっくりとした内省的な助走から始まる。2小節のアッチェレランドの後アレグロビバーチェとなり、金管で攻撃的な第1主題が提示される。第2主題は、波長調で、バイオリンで示される3連符の連続による軽快な主題。展開部と再現部を合体して構成するのは、第9交響曲や、第3交響曲第3項でもなされている。コーダの直前で、ラングザーマーとなりフルートのソロが第1主題を奏でた。あと、シュネルのトゥッティのコーダにより2長調で全曲を終える。出版譜は2種類ある。一つは1924年に出版された、ベス版。一つは1968年に出版された、ノバーク版である。なお、ハース皇帝による第一次全集は、この曲の校訂、出版に至らなかった。最初の商業録音は、1933年に、ベルリン国立歌劇場管弦楽団によって行われたが、ベス版によるスケルツォ楽章のみの演奏だった。最初の全曲録音は、オランダフィルハーモニー管弦楽団によって1951年に行われた。ブルックナーの交響曲、全曲の演奏や録音では、この第0番を必ずしも含むとは限らず、むしろ含まない例の方が多い。世界で初めて、ブルックナーの交響曲全集を制作したフォルクマール、アンドレーは、第1番から第9番までの9曲をもって、全集としている。その後も、オイゲン・ヨッフム、ギュンター・バント、ヘルベルト・フォン・カラヤンなど、全集を9曲で制作する指揮者が多かった。第0番を含めて、全集としたのは、ゲンナジー・ロジェストベンスキーが初めてであり、以後は全集に収録されることが増えてきている。逆に、フェルディナント・ライトナーなど、全集を制作しなかったものの、大麗版の録音を行った指揮者もいる。多くの録音は、ノバーク版によるが、フェルディナント・ライトナーのライブ録音とヘンクス・プルイト、ベルナルト・ハイティンクのスタジオ録音は、ベス版を用いている。なお、ノバーク版のスコアには、当初5色が含まれていた。ノバーク版に準拠した録音の一部は、この5色に忠実に演奏したものも含まれる。アルフレート・シュニト家の最初の交響曲も、大麗版の番号を与えられている。こちらは、ブルックナーとはやや意図が異なっているようであり、最初から、麗版という番号を与えられている。ありがとうございます。